ごちそうさまです。ごちそうさまです。さあ、本日はね、ラブトランジットの第2話。一緒に見ていこうと思います。はい。一緒に見るのはスーさんです。はい、スーさんです。イェー。ちょ、前回も。もんじゃ焼きの話でさ。もう全部頭いっぱいになっちゃって、最後。ほんまにさ。もんじゃ焼ごめんな。全然関係ない話ばっかしてさ。演者さんまだ全員把握できてない。そうそうそう、これ、あの、聞いてる方々も一緒に。ね、あの、見れるように。そうね。 途中で止めたりしないからさ、あんまりわけわからん話したら置いてかれると思うよ。お前、気付けます。はい、じゃあ見ていきますよには。オッケー、はい、オッケーこう。じゃあ行きます。せーの、せーのスタート。お、動きませんね。ご機嫌斜めですか？ そうですね <laughs> ちょっと待ってくださいねこれは非常事態でありますむっちゃ今なんか薄薄く白いところに薄く演者さん誰かぼやって見えてるけどそうだね誰か分からん分かるけど <laughs> えこれ誰これ杉ギ？じゃない世界じゃないのはわかる <laughs>、うん、<laughs> なんでやろうこれちょっと待ってな 今こそたこ焼きの話。いや、お前たこ焼き。たこ焼きじゃないわ。あの明太マヨ味が最近、あの結構美味しいようになってる。うんうん、もんじゃたこ焼きやあんたが、あんたがつけま、スケバルがたこ焼きの話してって。そうなんで、確かに明太、明太、明太。何。明太なんて言ってたっけ。明太、た、明太マヨ。あ、明太マヨか。たこ焼きであんの、そんな。あるある、なんか、あの場所によってはある。うん。そうなんや。美味しかった。 そ,う,かそう,かうんうんうんもうテレビがもううんともすんともやるあれもんじゃの話ばっかりしたからバチ当たったんかななあブラビア<ブ>ラ <laughs> ちょっとあたしちもさブラビアやねんけどさこのスケマルさんちのブラビア私、はい、見たことないねんけどこの分厚いのういうこ, <laughs> このブラビアブラウン缶 <laughs> ブラウン缶 ブラウンカンブラビア。ブめっちゃ電気入ってんなこのブラビアちゃん。ええな。ちょっと待ってくださいね。うん。あれこれ日本こんも近へんなの。あ電池がな。くるくるくるって回したらってもう回してた。回してた。な。あ始まったくない。動いた動いた。あ来た来た。いけそういけそう。ちょっと待ってな。じゃいくで。オッケー。はい。オッケー牧場。行きます。オッケー牧場やって最悪。 最高やろ行きます。はい。せーの、スタート。オッケー牧場最高な。最高や、もう、ええ、始まった。始まった。浮気が原因で。って。前回のやつやんね。なるほどね。助かる。助かる助かる。助かる。せやな、パーソナルスペース近かったよな。そうそうそう。覚えてるな。行きます。つって、一対一でな。びっくりした。ああ、この二人な。ああ、もう。うん、元さや。 まあここっぽいけどどうなんだろう全部に対してあのな顔してるからおお高昭の X が分かんねんておおありがたいねいやそうでもないなそういやあんだけんかあっち見てこっち見てしやったよあっこれ前回のとこなうんラウンジなうん いいねラウンジなんて <laughs> 分からんごめんちょっと <laughs> なんつった <laughs> <え> <laughs> 来た来たヒールノートがここでここは一応は終わりやったもんねうんええー、ああ来たうん<な>えっ、ー、来た睡眠時間15分えりかちゃん いやでもなんかあれ呼び呼び出した感じ普通にいやそれともエックスうん,んおおうんうんえ怖い怖い何これ何何当時の開けてみてくださいの時の顔見た、うん、あんまり見えそうじゃなかったね復讐の時の顔してる顔は血のワインいや つないん？何？何？何？シャンプ？ーシャンプ？ーえ？何？あディフューザー。なんで？おしゃれやな。すげえスティックもちゃんとついてる。なんでアロテルンこいつ？この人。どっち？どっち？金木犀やって、あ甘い甘い香り。懐かしい。うん。うん。 ええー、<れ>ここ。え、どこの。え、最初ってどこの。え、だっ。ああ、ここない。ここか。ここか。ええー、金木犀って山あくていい香るよな。あの秋頃になったらさ。ちょっとその話ええわ、今。<laughs> 聞かせてオッケーオッケー <laughs> 金木犀の香りの話じゃないね <laughs> な私一人で喋っとくわ。期間限定でな、無印良品でな、金木犀の香りがな、期間限定で出てくんねんけどな、あれ見つけたら買っといた方がいいと思うで、甘くていい香り、<laughs> マジで金木犀の匂い。ええ。ちょっと私も戻ろう、本編。うんうん。 うんああ,あそっかそうなんや、うん、ええー、とこでデートしてねんなデートっていうか初めてってへえー、え浮気,し浮気されたって言ってたや、うん、んな、うん、ああやっぱ可愛いもんなめっちゃ可愛いなうんそれはあれやわ<気>、うん、でもえ浮気が原因で別れたって言ってたん、うん、ちゃうかったっけ、うん えちょっと私もセンター分けだからみんな <laughs> <laughs> おあそう。 そうさっぱり言ってる割に金木犀って結構甘い香りやで。な,な,んなんでさ <laughs>、うん、な,なんでそういうとこあんのこいつ。うん、<laughs> えー、でもこれはなんかなんかなんかがうざいななあなあ、うん、プレゼントちょっと言っていいえ予想当たったくない私予想当たったくない当たってたな。<laughs> でも <laughs> ごめんあんまちょっと今話聞きじゃいないわ <laughs> お前の <laughs> それはそう <laughs> 娘の話聞きたいね、うんうん、ああほらほらえだからあのもう エリカに気はないよって言ってるけど、プレゼント渡してるその。何。なんなんなん、謝らせたいのか、後悔させ。何をしたいの。ああ、なるほどな。まあ、マダわすだけやもんな、あんなプレゼントって。でも、返してみたいなさ。な。な。呼ぶ呼んだんやろう。な。うざ。うざとか言っちゃった。うん。でも。うん。なんなんやな。うわ、白紫。う、白紫。チューリップはね。うん。 お前は白紫やったわでモテるのは分かってたやろうなうんうんうん、うん、夜朝んあ,あ朝な、うん、11時20分なあ、うん、明日の話かデートでねうーん ここの二人はどこに行くんやったうわなんかまたそんなん言うてどこに行くかは分かれへんねん、うん、俺らはあなたはもんじゃの話ずっとしてたから <laughs> ちょごめんな、うん、<laughs> 見よう見よう <laughs> あストレッチ、ま、肩甲骨はな動かした方がいいから申し訳ないもも, <laughs> ももさんが浮気したと勝手に思ってしまったとか <laughs> ほんまやな、うん、<laughs> <laughs> まあ、しゃあない,ないかわいいからかわいいからそうやなうん デート相手の X デート相手の X が待っています。<X> チャットするの？え、デートする相手の X って何？うんそういうことやな。女性同士した答えやな。えどういうこと？えっと相手の X ね。うんうんうん。はいはい、そうそうそう。ややこ,ややこしいな。は <laughs> はい,はい、はい、そういうことね。すごいな X。えめっちゃややこしいことしたがるやん。ん番組むっちゃ盛り上がるやん。うん こんばんばは。私これさ間違えてさ変換エンターのつもりで押したのにさ、うん、あのエンターで飛ばしちゃってさあの文字が途切れんねんこういうチャット苦手チャット<あ>ないそういうこと教えてほしいです、うん、でエンターで、うん、変換終わりエンターや、うんで間違えてなんかエン,エンターなんか2回ぐらい押してピンって飛ばしちゃう文章の途中で <laughs> <laughs> 苦手チャット <laughs> そうか、うん。どうでもええわいつ。いつかできるといいな。<laughs> ほんまほんま。うん、<laughs> あ。おーうーん、でも。そうか。なんかこう。うん、ペラ、パラパラパラって。打てる人もいれば。うん、あ、そうやね。ゆっくりな人もいるよ、ね。うん、やなあ、えりかちゃん。 ああ。やっぱみんなそこは気になな。なんんん。ねうああ。るほど。まあ確かにな。相手のしっかりしてるな、相手の文章も。なうん。感情多かった。うん。そうやな。ここは。あ、水木さん。えりかか。うんなるほど。水木と高木の一瞬のあの距離感を与えたのな。ないや、ほんまほんま。 近か,かったねー。うん、近かったわー。X はどんな方ですか？え？<laughs> <laughs> <laughs> そっち知りたいの？い <laughs> やな。あ、X はで高木はどうなったですか？うん、高木ってこと。えー すごい,ないやー未練がないとか言いながらプレゼント渡してくるよくわからん男ですとおうてへんねんな <laughs> <laughs> 優しいな、うん「X と別れたんですか?」って、うん、おいほんとかこれ <laughs> おい結構みんな聞くなしっかり、うん、まあ時間も限られてるしなまあせやなどうする、うん、相手の脇やったらなあー、うん おおおお。まあそれも事実なんやろあまうん。まだ聞くことある。かありがとうじゃないか。まだ。おおこれな。うん。まさかあるの？エリカが今崎？え？いや。好きですか？どうやろんな。めっちゃ泣いてたからな。確かに確かに。 めちゃくちゃ泣いてたよね。そう手紙でな。ずるいっ。ってたし。やっぱあのデートの場所も。うん、あそこ行くんやみたいな。うん,うん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 。言ってたよな。うん、はい。あー。紫やん。紫やん。いけ、エンターボタン。エンターボタン、行け。行け。あー。 何これ、急にこれ付き合ってた時のやつうわで白と白茶黒と赤で<ー>ペアルック黒と赤ああほんまに付き合ってたねうんなさそうやわ<あ>9日短9日うわーいやーひヒヒかわいい よかったね。まあ、うん、まあ、九、まあ、日やったらな。うん、何?。家の鍵や。家の鍵や。うわー。うわー。イチャイチャ腹筋。えー。<laughs> <laughs> 誰の。誰が持ってき、持ってたこれ。<laughs> あれあれやなあの、うん、腹筋使へんやつやな <laughs> 呼吸がさやっぱりさ吐きながら上がらなあかんから <laughs> あ見ゆってた見逃したそうかエリカの方が引きずってるんやそっかせやなうん。 ああ、気になるわな。まあでも許してないんやな。うんうんななセヤな全然セヤな好きやけどいや許してない許せないうんうんああうんでももうその振られる覚悟ってことかうんうん。 あ、まだエンダーボタン押してなかった。うん、あ、消したー。まあまあな、まあな。でもこんな時間経ってたらさ、うん、もう長続き。あ、今言ってくれるわ。別れてどんぐらいか。一年三ヶ月。付き合期間。期間うん。で別れてから、あ、一年結構経ってるな。ーへー。 でも別れて1年間さた、うん、って参加するってことはさ、うん、今えりかちゃんに恋人がいないってことやもんなうん、うん、結構引きずってるよなそれってそうだねこんだけだって可愛かったら引く手余ったじゃないあそうだほ他の男の人ほっとけへん感じがする、うん、びっくりしてるよあまあでもな相手のこと考えたらな、うん、次の声いってほしいし自分も行かなあかんなと思うけどなでもそのた 浮気がどうなのかほんとにこの人が浮気言ってたけどな浮気じゃないかもしれないまだ分からへんよねでも辛い思いさせてごめんと言ってたよねまあまあだからまあどの程度なのか確かに二人で遊びに行っただけなんかもせえへんもんなまあ人によってはそれは浮気になるしペアルック着ただけかもしれんもんねペアルック着てんのしんどない <laughs> この人でも行動が浮<気>変だよねあ,、うん、あこの人、うん、あ世界のとこ行ったうんあああだどこ行くか分からへん感じかでもあれは何て送ったんだろうね、うん、うんうんうん 内緒だねこの番組いろいろねそうそうあの見ていかないとわからないようできてるわまくらいになったうん初日初日あ二日間のあ違う戻った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 ここのシーンねこういうことかフェイクケーキの前フェイクケーキの後かフェイクケーキの中に手紙入っとったそうだね読んでフェイクケーキってなんやね

まあそっか復縁なしとか言われたらちょっとあれかうんショックかまあうんうんグッときたんかいそれグッときたっていい意味で使うもんな、うん、<laughs> あ紫って言ったほんで言ったああまさやが紫なの ええ、う残り一本や紫エリカじゃん。ああ、そっか。あ、そっか。へえ、な、みんな新しい恋か。あ、ああ、そっちの。うん、でも復縁はないってこと、ね。な、うん、そう、だから相手からしたら、もう復縁はないよって,言って出てきてるってことや。なそうだね。<laughs> うわー。うん。せ、うん、やな。うん。うん そうやのそう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 。えーきっぱりと脳よ。ぐっと期待とったな。ぐっときてたな。<laughs> うん。うん。なんで別れたんやろね。の<なあ>。<laughs> うん。ってことやな。<laughs> うん。 へえちょっとどういう人なんか気になるわや。まさや。これ何なのこれは運営側からのあのメールじゃなくてこの「行ってこい行ってこい」でタイムリープみたいないくのそうやな手紙な最初になとりあえず一通り見してほしいよなそういうことではないよねな「D1D2」は結構職業職業やってああ私もそれ思ったうん

医院の霊場ほう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 歯科医生士さんなめちゃめちゃ可愛いなうわー出たギラギラのやつ港区のやつすごいなな実家固いもんな歯医者さん美容師さん美容師なんか IT エンジニアかと思った自分の店やですごいなおこれは宝くじやなほんまやなそれは宝くじそういう意味か 違うやろ。せやな、このセンター分けはな。お<ー>おお<ー>。不動産を。<laughs> 営業担当。営業担当ね。せやな、ちょっと高級,高級マンション担当してる系やんな。ねうん、ちょっと富裕層のお客様相手にする感じの雰囲気はあるよな。 あ、料理あ出た料理研究家。ああ、なるほどじゃあ,あ<ー>何をやってんねん孫悟と。<laughs> <laughs> <laughs> 料理研究家か <laughs> すごいな<あ>。うん。あーああよよがやってそう。へ<え>。うん、そそんな当てれる？ <laughs> みんな。えー、えー。え<械>え、すごい。えすごい、すごい、いや、いやー、すごいな。すごいね。すげえ、満月のポーズって言ってな。結構痛い、あれ、ああ、ちょっと見てない、見てない。いうん、気球。んうん。バーテンダー。ガールズバー。 <laughs> テキーラマエストロってすごいマエストロテキーラーすごいテキーラをすごいな、うん、へすごいすごいうん<ー>ご飯屋さんやへえって言ってたお<ー>えおあすごいなみんなあれやな,いろいろやな全国大会で優勝してるやん高橋す青森山田高校やって すご,すごいな。めっちゃ有名なとこやん、サッカーで、強<や>強すぎるとこやろ。うん、<laughs> 強すぎるとこや。えー、あ。あ<ー>。すごいねうんうんうん、都内ジムな。あ。うわ、ウインクした。ーすげえすげえ。あー。あ。確かに。怪しい怪しい。ヨガと。いいす。うん。 アイトルああへえ出た経営者、うん、こういうのには一人は出てくるような経営者<ん>えあのこういうあのー、何恋愛、うん、リアリティショーで絶対出てくるような <laughs> 経営者 <laughs> いろんなねうんライブ配信と飲食うん、うんうん ああ、せやな。うん。せやな。こな。うん、そう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 。うん。実家太いから。うん。ああ。なるほどな。<laughs> いやー、どうな,んろうな。ええ。 まあ職業で大体な、まあどういう人となりか、うん、人となりというか、なんとなくはな、おおは B. M. W. や。あ、そっか、ドライブやからか。うん。お台場。うん。へえ、お台場ドライブデート。走るとこあるん。どういうこと。お台場。お台場行ってさ。うん。その、な、ドライブって割とさ、なんていうのかな、そう、長距離走るイメージやからさ。うん。うんうん まあ定番なんかなお台場でドライブって定番なんじゃない？そっか、うん、そっか。ああこうな、一応ななみのな。レンタカーで走ったことありますよドライブあの。ああ東京の街？もう下校めっちゃムズない。 もう右行ったり左出口やったりもう右出口やったり、うん、もう私もうちは2周したことあるむず <laughs> すぎて <laughs> 一瞬にしたけよ <laughs> でもだから大阪も難しいけどねまあな運転みんな荒いからな、うん、強引にいかないとねうわーすごい見てこの靴下の靴下の丈あー当時の写真出てきたあ,<ー>あら仲良さそうコロナの時やなああそうやな、うん 当時のやつちょっと見るの結構あれやななすごいなグッとくるグッとくるグッとグッとくる言葉を借りるなら悪い意味でグッとくるそうそうそううわめっちゃデートやあこれなここアイドルよく行ってるよなあそうなのうんアイドル GoPro 持ってよう行ってるわキャーっつってあいいねレッしそうやなうん 怖いそうにしてる人と嬉しそうにしてる人な。だってオフィシャルでなんかイチャイチャできるもんな、うん、こういうとこあ<ー>、うん。あ、いいね、うん。うわ、見て、上目遣い何気に。うわ、テクニック。<laughs> テクニックです。いただきました。うん,うん。ええー。でも可愛いよな。うん。うん。うん、お台場好きなんや。うん。へえー。 うんでも白が圧倒的に多いからまああんまりこの復縁がしかもあ,あエリカは復縁ありエリカちゃんかわいいあ,あなるなうん、うん なんか X, X っていうとあの、うん、旧ツイッターのさ、うん、あの今 X やん,なんかぐちゃってなるなるわな確かにあそうなんや、うん、いえ近所かな <laughs> そういう意味じゃないか <laughs> <laughs> 話も入ってくるねあなるほどなそ<ー>やな,な 顔見ちゃったらな。うん、そうやね。うん、サポーターかもしれんもんな。熱心な。せやな。うん。うん <laughs> うん、すごいな。え、デート内容も謎論。サッカー選手やのに。<laughs> ええやん。いっぱい炭水化物取らな。あ <laughs>、そうなん。うん。いっぱい練習した日は消費カロリーがすごいから。<う> <laughs> <laughs> 効率よく油を取って名字んや高明はほんまやなみんな名字分かれへんな大体、うん、見てるからな俺サッカー、うん、あそっかそっか、うん、そういうことかそ<井> <laughs> やな,なんかサあのスケマラさんサッカーオタクのイメージある私そんな試合も見てるみたいなそううん、うん、全国優勝した時やもんなあ,あそっかえ、うん、いつも全国優勝してない青森山だっていつ,いつもではないよ <laughs> そう、うん えだって十何年連続え全国出てるとかやんな青森山田ってえ三十何年やったかな,そんなか青森山田以外で青森県で、うん、その代表ってなったら青森山田高校以外でその青森代表で出た高校がないみたいなニュース見たことあるあそ,うかそうか、そうか、まそうやなうん、うん、サッカーはほんまに強いな、まあうん、サッカーといえばって感じやもんなうなん <laughs> まあでもほんまガチでやってたよなそうやななあえ見かけによらないなでもまあレギュラーじゃないかもしれないよねああまあまあな、うん、でも当一部リーグかああ<ー>うんへえ<ー> <laughs> へえみんな楽しそうに笑ってる二人ともへえ すごいな。わサバサバしてはるな。うんうん、え,えな。わ美味しそうな。ここも何食べてんの？中華？中華なんや。うん、ええな。 あの綺麗な男の子と綺麗な女の子のデート。そうやね。<あ>また誕生日や。目の保養や。おお、まあ。そりゃそうやわ。おめでとうございます。あ、プレゼントも用意してるわ。しかも二袋。まあ、二つかえ。二袋。ま、あでも狙ってるもんね。ああ<ー>、うん、そうね、そうね。今ってエリカには、うん。うん

な人見たら大体その人より相当じゃないけどって場合が多いけど俺は芸能人にめっちゃ似てるなと思うんやけどその人よりかわいいもんなだからだから言いにくいからちょっと待って何か言った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 なんかあっんかデート今やっちゃったみたいなこと言ったんかな何うんなんかデートなんかうんうんかデートうん うんうんれしかったああそうへえってことやなへえさあな密着してたもんなオフィシャル密着怖いからなうんまあなうん ふた、うん、袋やったねプレゼントそうやなあ意外とな楽しそうしてたよなエリカはさうんその 結構いろんな男の人がこうくるじゃないですか。それを貴明は見てて。エリカのこといいと思うのかな。ああ、やっぱりそれはしんどかったんじゃない。うん。しんどいじゃない。いや、しんどくない。しんどいと思う。なんか。だから、あんまりこう他の男の人を振り回さない方がいい気がすんねんけど。確かに。そうやな。復縁を考える。考えてるんやったら。確かに、あんな二袋もらってる場合じゃないわ。うん。お、なんかすごいあれやで。 ショートやってないで、この子大丈夫。紫やからな、あ、そっか。心配なる、心配なる名刺だけど。あ、来た来た。江ノ島、行ったことない江ノ島。まあ、そうですよね。いいな、あ、憧れる。遠いわ。すま、すま、いって。遠いわ、遠いわ。 ああもんじゃったこな、ん？ももんじゃや。ああもんじゃ。うん、焼きトンって何？西口焼きトン。あ,あすごい北ナシュラン。焼きトンめっちゃうまいよね。焼きトンって何？ヤバトンじゃなくて？ヤバトンじゃない。味噌カツヤバトン。<laughs> <laughs> 焼きトンうまいよなあ。あれ？豚青を焼いてんの？うんうん、ああ、え豚バラ？ バラじゃない,いろんな種類あるよあ、うん、ああ豚を串焼きあ確かに食べたことないかもなんか東京結構うん、うん、あの何回か行ったことあるけどうまいなと思ってへえあートロたくな、うん、トロたく美味しいよな食えねえもん食,食い方知らんもん多いなうん <laughs>、うん わ、おしぞう。お腹空いた。<laughs> <laughs> <laughs> あの居酒屋の上着じゃないよな。令嬢やから。<laughs> そうやな、うん <laughs>。同じこと言ってる <laughs>。<laughs> <laughs> 過ごしちゃってたよ。で、うん、たよやって、かわいいな。<laughs> うん。うわ見て見ながら相手の目見ながら食べた何相手の目見ながら食べたすごいな眼力眼力あよかったやんかわいいないやゆき子が一番かわいいなかわいいゆき子かわいいかわいいよなかわいいけどマサヤはあんまり興味なさそうやったやっぱ紫やからな誰やマサヤの紫は。 お弁当。お、わ、研究か。きんぴら。研究か、何味ですか。何味ですか。おにぎりやって。今さ、おにぎりさ、あの、三角形のおにぎりで、上っちょにだけ、こう、ぐ。上っちょ。う、な中のぐ以外にも、上、三角の頂点のところにも、こう、ぐのしてるやつ。あ、すごい流行ってるような。まあ、専門店、おにぎり。そうそう、あ、そこ、東京でさ、あの、おにぎり専門店みたいなとこ行って、何。 昼間4時間待ちとかやってびっくりしたであの開店前に行こうっつって並んでるけどそれでも2時間ぐらい並んでいやおにぎり食べるのに開店前に2時間並ぶって頭頭いかれてんな思て並んだよ並んだめっちゃ美味しかったボンゴってお店やったかななんかすごい有名らしくてめっちゃ並んだ最近えいつやろ結構前結構前何年か前食いたいなおにぎりあ おにぎりーっていうか、米売ってないな、最近マジで、スーパーで。ー心配やわ。でも、もうなんかこう、新米ができてくるやんか。うん、そ,っかそっか、っうん、そっか。そっか、そっか、もう言って九月になるもんな。うん、もう九月ですか。ええー。あら。あ,<れ>あ、可愛い,い。いいね、恋しちゃう。うん、え、可愛い,い。すごいな。うん、ええー。ちょっと帯締めもみたいな、どんな色。かわいい、かわいい。あ、また出たプレゼント。 みんなプレゼント好きやな。えー、いいなお着物。いいね。うん。うわ着物デートとかしたことある？えし？したことある着物デートとか？いやーないんちゃうかな。ああ、私もない。なうん、私もな、ね、い。なんか恥ずかしくない？なんか<ー>なんかなんか見られるやん。周りから？うん。ああ、こ恥ずかしい。まあこ 恥ずかしいでええやんもうこっずかしいって言わなくてそのその言い方が恥ずかしいそうやなこんな堂々としてた変だもんなこっずかしいわって言いながらこっずかしいわって言いながら歩いてるほが恥ずかしいなんか場所あれやったらいいんじゃない地元やと恥ずかしいけどそういう場所だったら確かにそうねそうかもうわっ わ、わ、着物で、ね、着物で、ね、すごいアトラクション、帯大丈夫やったかな。うん、うまいな。いや、いいね、スコート。寸技を持ち方。うん、なあ。うわー、ケーポップ。K マジケーポップ。ポップで言う。<laughs> うわー、絵になる。う,ーーうわー。 キュンってするわかる私はあなたにもキュンとしてる可愛いい韓国の男性って結構なんか本当紳士的な感じのそうよね恥ずかしくなくやるからねそうせやねいいよねそれはねまだ食うてたんかい赤ちょうちん系上着脱いでるやんほんまやほんまやあそうなんやあ二度付け禁止やなまあそうやなあかわいい映える映るんですよ ああ、すげ。わー美味しそうなアスパラ。うん、うわ、大事に育てられたやろうな、このアスパラ。あれ。<ー>あれ。わあ<ー>。あれ。うん。うわーいいね。うん、うん、うん。うん。なんかお似合いやんな。どうだろうか。そう。うん。終わりそう。教えて、教えて。うん。うん、うん。 ーバレートーンかい喋ったの聞いてんのめっちゃドヤ顔してたな今、うん、<laughs> 運命っていう曲にもあるのかなドヤー <laughs> 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 X の話多い <laughs> すごいなぁ <laughs> なえるわこれ女子ま、うん、まあまあ正直でいいけど、うん、でも失礼やな女子にうん。うん え、うん、うんかいあうん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 ごもっともおっしゃる通りうんでも相ってそうかないですってことは聞いてるからやううん、うん X からそっかそっかうん 相手のことまあ結構いろいろ喋ってんのかな、うん、実はああそうね。うん、そうやんな。聞いといた方がな。ほう。うん。で復縁が想像できないっていうのはもう手紙では言ってるからね。うんうんうん。はっきり言ったもんな。うんうん 今はやってちょっと保険入れたなあ全く全くやでも全く入ってきた今は消す消さないああ消さないまあまあ率直な意見気持ちなんやろなしょうがないのおささんんえかお ごめん、大きい声出しちゃったおわんの早ももさんちゃうかなあ、ブリーチしとったもんなあの、うん、ちょっと映っとったとこももさんやろ、これはなあ、うん、えー、意外えっていうか、おわんの早、うん、あっという間これ結構早いっすね早い早い、うん、で今回割と静かに見たんじゃない,サクサクいな頑張ってめっちゃ我慢してんいらんこといっぱいいらんこといっぱいいそうになってた, <laughs> っいいってた <laughs> 見たらさ、あの見逃すからさそうやな、うん、<laughs> めっちゃ見た めっちゃ見たからあのあの出演者の人がちょっとあの分かってきた。はいはい。誰が誰ってなれへん。センター分けとかじゃない。これでもあの収録してる感覚すら途中忘れてたよ。普通にスマホ見てた。せやねなんかさ私がさ喋りましたさスケハルがさもう普通にさちょっと黙って。ちょまじで黙ってみたいな。あうんみたいな。あめっちゃ見てはるわ思って。俺が間違ってたいやでもさそれぐらいさあの引き込まれるっていうことやん。 そうすね。なうん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 、なんかすっごいもみちゃった。でもまあ、なんとなくこの X の感じは分かってきたから。え、あと三組やろう。多分まあ、ももちゃんと思うんだよね。うんうんうん。ももちゃんと。えっと、ももちゃんと。えまさや。まさや。まさやか。そうそうそう。まさやはあれか。美容師さんか。まさや美容師。ああ、表参道の美容師な。そうなると。 あとほんならあれかみずきちゃんゆずきちゃんゆきこちゃんうんで「世界」スンギ「す、うんぎ」ほんで「マサ」とかそうねで「世界」が誰と言ってたっけ「モ,モか「世界」「モちゃん」とおにぎり食べてたんや「すんぎ」は おにぎり結局じんか忘れた結局というか別に何か混ざっとったいっぱい何か4種類ぐらいあっ種類ぐらいあったすごいなすんぎ誰と言ったっけすんがだからあえてか柚月うんやったと思うすんぎと柚月ではないんでしょってことは柚月はえっと世界かまさやだよねうんうんうんってことやね柚月は世界かまさやだとしたらどっちやと思う 世界じゃないどうどうでしょう <laughs> どう <laughs> どうでしょうえー、だってゆずきはえっ、うん、とヨガ,ヨガインストラクターやったっけえっあゆずきそれずきえー、それずきやったっけそれ水 <laughs> <laughs> やったっけ柚月やった柚月はおえゆずきさんは大阪じゃないのゆずきそうやな生取ったな最初な、うん、生た回と,るというか。<laughs> うん、ゆずきは大阪でしょうん。 であそっそうか柚きがバーテンダーさんか、うん、バーテンダーさんであの俳優さんもちょっと頑張っててっていうあそうあそっかそうかもう私あれはこんがらがってるわみんな可愛いからさ、うん、<laughs> こんがらがる。<laughs> 水木の方が <laughs>、うん、あのちょっと世界に近い状況というか的にはというか例えばみ水木の方が世界だった場合うん、うん、私そうそうそう水木世界だと思う。 うん、だった場合はシンプルに、うん、シンプルに,、うん、プルにってことはユズキは職業似てるからユズキは寸ンじゃないから自動的にマサトになるでしょそうなるとあそうねでユズとマサトってことは、うん、あと残ってる寸ンは寸議えっとゆき子ちゃんゆき子になるよね ゆでもスンギとゆきこちゃんって私なんかあんまり引っつけへん,なんかつながってるないけどな <laughs> つながってないな <laughs>、うん、つながってないよな <laughs> つながってないけど、うん、でもなんかゆきこはなんか見た目の感じとちょっと中身がちょっとだけイメージ違うかもしれないそうんうん、今見てるとあ,あほんま、うんまうあ、そっかそっかあ私ゆきこちゃんそんな思えへんかったなうん。 なんかうん可愛いアイデンティティ可愛い。じゃあ可愛い。雪子のアイデンティティ可愛いをちょっと一回撮ってもらっていいですか。そやな。はい。そのそれでいうとみんな可愛いね。そうそうみんな可愛い。言うほどのことではない。うん。そやな。はちょっとわからんけどね。いやむず全然なんか想像しきへん。うん。おお。 水木が世界だった場合は消去法でそうなってくるよね、うん、なそうやんな、うんうん、そやなえー、えむず <laughs> 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 ようできてんなこの番組そうですね<あ>うん、そうやなあんまりなようできてるわ気になるわそう,やなうまいことできてるわうまいな,なすごいわ胃腸、うん、の木はまだ まだ青で勝ったです。あ、そうやな嬉しい。青勝ったです。なめちゃめちゃ引きずってるアイリカちゃん。でもアイリカはちょっとだからなんかちょっと今回であのだいぶこうまああれ一瞬の切り抜きやけど、やっぱちょっとこうマサトその気にさせてしまってるところが。ああそうよね。なんかちょっと嬉しい。で小袋二つ。そればっかり言ってるけど二つ。 そこがどうなんだろうな孝幸的にはなされ慣れてるんやろうなそううんまあだからあれがモテるとこだと思うんだけどもともと最初からモテるんでとか言ってたやんそこもちょっと悩んでるとこではあったんやろうね付き合ってる時にもしかしたらそうよね心配やもんな心配もあるよねうんそれはそうやわ へえ、なんかちょっと次はようやあ。そうやな、もういいのしらん、ね。<laughs> はい、あまあ、気になる三話も、はい、はい、また一緒に見ていけたらと思いますので、皆さんもお願いします。お願いします。またごちそうさまでした。